さんにお願いいたします。お集まりの皆さん、こんばんは。私、日本共産党衆議院議員比例中国ブロック選出の大平義信です。広島県の出身です。ありがとうございます。こうして皆さんが毎週金曜日、暑い日も寒い日も、そして雨の日も風の日も、安倍政権の原発政策断固許さない、原発再稼働、原発輸出などもってのほか、今こそ原発ゼロの日本をと、この間な長年粘り強く声を上げ続けてこられたことに、私は心からの敬意と連帯を申し上げたいと思います。皆さん、本日の衆議院予算委員会で、この金曜日行動でも大変お世話になっております我が党の藤野康文衆議院議員が予算委員会の質問に立ちました。原発政策で安倍政権の姿勢を真正面から正していく、素晴らしい質問を行いました。避難計画の未策定など、たくさんの課題を抱えながら、そして何といっても多くの国民の反対の声を押し切って、昨年九州電力の仙台原発の再稼働に続いて、先日福井県での高浜原発の再稼働に踏み切ったことに断固抗議をするとともに、今やもう安倍政権の原発政策は八方塞がりというべき矛盾に陥っている。核燃料サイクルの計画は完全に破綻をしており、この世の中で最も危険と言われているプルトニウムをこの国から減らすどころか増えてしまいかねない、そんな現状を事実を突きつけながら正面から追及し、そしてそのことに対して世界各国から厳しい批判の声が寄せられることも突きつけながら、この安倍政権の無責任極まりないその原発政策を正面から正しました。安倍首相は答弁にすらまともに立てず、代わりに答弁に立った林経産大臣もまさに答弁不能、とんでもない答弁を繰り返しました。皆さん、こんな最低限の責任すら果たそうとしない、全く道理のない原発政策に突き進む安倍政権は、一日も早く退陣に追い込もうではありませんか。広島で生まれ育った私は、たくさんの被爆者の皆さんと共にこれまで生きてまいりました。もうこれ以上放射能の被害に苦しむ人をこの世の中から一人も生み出してはならない。人類と核兵器、人類と原発は決して共存しない。今こそ原発のない日本を目指して、皆さん共に声を上げ続けようではありませんか。私も皆さんと力を合わせて、中国地方でも、そしてこの国会でも全力で頑張り抜いてまいります。共に頑張りましょう。ありがとうございました。いつ地震が起きるか分からないんだ、危ないんだからやめていこうよっていう声を広く上げていって、味方を仲間を増やしていきましょう。成功。